さてこいつらをぶっ潰すか。でぶっ潰す前に一旦回復しておくかな。まあ、MP はほぼほぼ回復したんだけど、まあ、HP がある程度削られてるから回復で、おじさんが今ねレベル上がってヒール覚えてくれた。いやいいね、ありがたいね。でこれプラスまだおじさんの HP ちょっと低いよね。だからヘルス、モアヘルスでいいか、モアヘルス使ってちょっとおじさん回復。でこの虫たちがさ宝箱守ってんだけど、あれみたいだよな、将棋のさ穴熊囲いとかなんかそういうなんかフォーメーションあるじゃん、陣形みたいなやつ。それで穴熊囲いやってるみたいだよな。宝箱が王将でさ、でその王将の周りをなんか金とか銀とか飛車とか角が囲むみたいなフォーメーションあったと思うんだけど、そういう感じで宝箱を囲ってるよね。でどっちに話しかけてもいいのかな。こすっから、あー赤い方がこすっからだよね。でこすっからが言ってから、でこの緑のやつがまたボスなのかな、違うやつか。ボスか、こいつです。悪くなってるのはこいつです。あーキングビートルって言うんだ。よし、俺様に任せとけ。さあボス戦。はいはいはい、色違いだよね、単純に。まあ、無駄に BGM 荘厳にしてるけどよ。で強化して、あーで、あとあれだよ、さっきさその精錬出てきて精錬に波動使ったんだけど、ワンパンできなかったんだよな。137のダメージ与えて、まああいつ HP140 っぽいから137しか入んなくてさ、あワンパンできないこともあるんだと思って。でまあさっきそれで戦闘終わってレベルが1上がったから、今だったら波動を使えばワンパンできるかもしれないけど、でとりあえずボスにはどうなの、ボスに対してどんぐらいダメージを。152、いいね、パワー使って152与えられてるんだったらまあ十分じゃないか。まあミレーネはいつも通りあれだよね、ファイアーボールとか、あとなんかドローって覚えたけど、これどういう魔法なの、攻撃魔法か、使ったことないから今使うわ、せっかくだし。なんか手出てきたけど、動きを止めるみたいなやつかな、スローみたいなもんなのか。でおじさんか、おじさんの波動でいいや。で今回のパートはコーラを飲みながらやっていくぜ。うまいね、あんまりダメージ入んねえな。まあ回復してるけど間違えた。いやキルだとこんなもんか、だいたい3倍ぐらいのダメージ与えてくれんのかな。でファイアボールもう一回、まあ他の属性の魔法の方が効くかもしんないんだけど、もういいや、めんどくさい。でおじさん波動、ミレーネもな波動を覚えてくれれば心強いんだけど、でまあ、せっかくだから別の魔法使うか、アイスロックネイル。まあ、こっちの方がダメージ与えられてるけど、まあ、致命傷にはなんないな。で今度こそこれで確実にとどめを刺す。いいね。で何気に俺今日コーラ2杯目なんだよな。でキングビートルを倒した、さっきお昼ご飯ピザ食べてさ、まあそのピザとコーラを飲んで、でさっきの実況の時にはコーラ飲んでなかったけど、今はまたコーラを飲んでる。なんてやつだ。さあこすっからどうなんの。あらら、なんかやばい感じ。くそ、こうなったらやぶるかぶるデイデイだけ、どうしたこれ、文字の感じ違うけど、え、長老。長老だったのか、あのスイカの町にいた長老だよな、スイカの町とあとパイナップルの村にいた。じゃあ何、長老に化けて侵略してたってこと。この宝箱の中にもしかしたらあれ何、長老入ってんのか、クロノトリガーのさ大臣が閉じ込められてたみたいな感じでさ。うわ、長老が黒幕だったのか。
なんかビートルに追われて大変ですじゃんみたいなこと言ってたけどさ、なに、どういうことなの？街を侵略しようとしてたってことでいいのかな？いけねえ、間違えた。キツネ？と、これで完璧。あ、じゃあ長老関係なかったってこと？もともと銀狐が、ヘチマの村にいた銀狐が、あれなのか、ビートルやってたってことなの？どうだ、踊れたか？と言ったってどうせわかんないだろうな。沼倉頭のお前なんかにはね。連戦か。いや、まあ連戦だけど別に、ただの銀狐でしょ。前にも戦ったよね。銀狐が復讐しに来たってことか。まあ単純に今長老の姿になったのは変身に失敗したっていうだけなのかな。ビビらせやがって。で、ファイアボールの方が良かったか。ヒートサイクロンって全体技だけど、そんなに威力強くないもんな。まあ、この程度のダメージ。おー、215。いや、さっきのさ、今もう、なんかもうピザ結構な枚数食べてから、今もうゲップが、がっつり出そうになったんだけど、で、こいつ自体の HP はさっきのキングビートルと比べると、若干低いよな。まあ、若干どころか普通にキングビートルより弱いよね。あいつ HP500 ぐらいあったと思うんだけど、それと比べてもこいつの方が多分ちょっと少ないと思う。450ぐらいか。銀狐じゃなくてコスッカラを倒したっていう扱いになるのか。でもすごいな、キツネの姿してんのにさ、虫に変身したら空飛べ、飛んでないか。だってカラス追いかけてった時、あれ普通に歩いてったよね。空飛んでなかったから、虫のくせに空飛べないから、要は狐が化けてたっていうことだったのかな。そういうことだよね、多分ね。いや、くそ、これだけは私だって言われてたのにってことかな。何、黒幕的な？あの、お方に。ラスボスか。で、アークなんじゃないの？いや、もうミミックかと思ったわ。おじさんは光のアークを手に入れた。空っぽだった。さあ、これでもう敵出てこないよね。マップ上に、左上の方にあれが出てこないから、左下の大陸がちょっと気になるけど。これでもう街に戻っていいのか。ああ、この辺からはもう敵出てくるから、クリスタル使ってさ、街戻れんじゃないの？ダメか。まあいいや、おじさん、ワープゲート。これ、どこ行くべきだ？ヘチマ橋行くべき？ヘチマ橋もヘチマ橋でさ、キツネに化かされてた、うんぬんあったじゃん。セリフ変わったりしてんのかな？パズルはもうやめだ、損をするのは私が、うんぬん。逃げ出したって話だが、どこへ行ったんだろうか。気になる。いや、その狐のボスは俺がぶっ倒してやったぜ。ああ、お金も4万円超えてんのか。で、宿に入ったついでに俺もコーラを飲んで、ちょっと一息つく。うまい。あ、水流れてんじゃん、これ。前水流れてなかったもんな。水戻ってきてから初めて来たかもしんない、ここ。こんにちは。こんっていう書き方がな、キツネっぽいよね。この街キツネで大変だったんですってね。こんこん、いかん、風がひどくなってきた。相変わらず風邪ひいてんのか、このじじい。ねえ、見てちょうだい、水が出るようになったのよ。これから水を大切に使わなくちゃね。やっぱ川の近くって発展するよね。ここもう意味ないのかな。やっぱ BGM が穏やかじゃねえんだよな。まあ、宝箱とかがあっただけでさ、あと敵が一切出てこなかった記憶があるんだけど、今どうなってんだろうな。もうこの世界は完全に救い切ったっていうことでいいのか。
だって今コスッカラっていうか銀月霊のボスが多分コスッカラっていう名前だったと思うんだけど、そいつを倒したことで倒したよね。なんか画面からさちょっと消えてったけど、別に逃げたというよりも多分倒したから消滅したみたいな感じだと思うからさ、やっぱ何もないな。だから多分このフィールドでやるべきことは全部終わったと思う。でヘチマ橋とかパイン村とかだっけ、パインに普通に行けるようになってんじゃん。ありがたいねこれは。さあパインに来て、前まで来ることできなかったからな。で長老に化けてたけど、このチコロはやっぱ関係ないよな。え長老死んだのどうしたの。ビビーカマをやっつけてくれたのか。あのことさ、お前にこれあげるんだよ。え、スティールソードを手に入れた。うん、長老ブドウの町に行ったのかな。そういえばあれから一度も見てないなよ。あーってことはやっぱり長老があれだろ、黒幕だったのか。狐兼長老兼コスッカラだったってことなのか。でもビートルに襲われて大変ですじゃとか、結局あれじゃん、そのアークを誘導させてたみたいなさ、アークはここにあるかもしんないぞみたいなヒントはくれてたけど、 あれかな、キングビートルに殺させるためにわざとそのあれなのかな、罠にはめるためにアークの場所を教えてたけど、逆に返り討ちにされたみたいな、そういうことかな。で代わりにこの豚野郎がまあここの長老をやってるってことね。ああいいね、上がる。いやありがてえありがてえ。いや村人全員に話しかけるべきだよなこういうゲームってな。ああガキがここに住んでる。えへ、僕もお部屋もらっちゃった。こんな声だったっけこいつ。でスイカとかはどうだったの。そうですか、とうとうやりましたか。そうですかそうですか。あいえ、つい長老の口癖が。長老は一体、まあちょっと後味が悪い不気味な話だったな、ここのフィールド。パインはマイクのペロカ、同じセリフだなこいつは。で武器や防具屋はまあセリフ変わんないだろうから別に入る必要はないか。右上の方にあったのってなんだっけ。あ、ガキがいたのか。で、ブドウの街もブドウの街で出来上がったんじゃないか。もうこれ以上ここの世界でやるべきことって何もないんじゃないかなと思うんだけど。で、敵キャラも敵キャラでさ、まあ今マンモス出てきても波動で3ターンぐらいで倒せそうな気するから楽勝だよな。いや、なかなか強い状態だと思うぜ、今。今俺ミレーネ仲間にしてるけど、他のキャラとかも仲間にしたらどうだったんだろうな。俺がたまたま人形がいっぱいあった部屋でミレーネ選んだから今ミレーネが仲間になってるけどさ、そのまあやり方プレイヤーによってはあの時点でも仲間6人ぐらい無作為に選べたと思うからさ。ああ、人住んでる。デブもいる。デブ今壁食べてたな。ここを宿屋にするのが良さそうだね。宿屋にするんだったらもうここら辺の通路とかもうちょっと広くした方がいいと思うんだけどな。お前もそう思わんか。てかこいつの体型だったらもうここ通れないじゃん。この隙間今おじさんですら顔を挟まってんのにさ、このデブだったらどうやって入ったんだよっていう話だよね。もうお腹いっぱいだよ。ブドウは種なしに限るなよ。これはどっちなんだ、種ありブドウなのか種なしブドウなのかよくわからんね。これからはビートルに怯えなくて済むんですね。いやまあでもあれだぞ、コスッカラとかキングビートルは倒したけど、ミニビートルやネオビートルは普通にいるぞ。で間違えた。あーまあクリスタルでもいいのか。でスイカ戻って、スイカの街は誰かいんのかな今。もう完全に誰もいないのかな。あの水晶触って元の世界に戻ればいいか。うん、何もないもんな。何もないし誰もいないし、これは元の世界に戻るに限るか。死んで戻りますか。でミレーネが消失しちゃうじゃん。
また新しい誰か連れてった方がいいのか。これアークが2つになったことでさ、さらにもう一人ぐらい仲間連れてけるみたいな風になってないかな。フィギュアにはアークで実体化するものとハードで実体化するものがあるよ。アークで実体化するのは仲間になるフィギュア6人だけね。なぜならアーク自身が宿ることのできるフィギュアを選んでいるからあるよ。力を持つ者だけがアークに選ばれるということあるね。これ覚えたら次の扉見つけに行くね。オルゴール、キーワードはオルゴールあるね。他の人形とかもちょっと気になるよね。これ持ってけんのかな。取る。ラックスのフィギュアを手に入れた。これも取れんの。しかし持ち物が、ちょっと待って、持ち物をさ、持ち物減らせば複数体同時に仲間にすることとかもできんのか。いや、いらなさそうなもの、もう氷の爪いらんな。屁の突っ張りってこれいずれ役に立つのかな。で、取ってみるか。神王のフィギュアを手に入れた。これだって今、なんだっけ、名前、なんつった、あ、見れるんだこの画面で。ラックス神王、あ、じゃあ自分であれ、いや、もしかしたらあれか、さっきの時点でもう選べたのかな。いや、なんならこれおじさん外してさ、見れーねーラックス神王っていうパーティーも作ることできたのかな。んで、さらにちょっと、なんかいらなさそうなもの。氷の爪とかいらんか。待って、アイスロックってそもそもどんなやつだった？氷の爪はダメージ与える系のやつだと思うんだけど、雷鳴のスカラベもぶっちゃけた話、いらないっちゃいないんだよな。いやー、悩むな。トパーズ売ればお金になるかもしれないけど、別に1000円ぐらいだったら普通に戦闘してても稼げるからな。名車のフィギュアこの辺も取れんの。リーシャインのフィギュア、トキオのフィギュアを手に入れた。で、これでステータス画面、はいはいはい、ラックス、リーシャイン、中国系のやつだ。トキオ、こんなやついたか。神王、これ多分野生児だよね。なるほどな。名車、海外風の女性みたいなあれか。で、これで主人公サイドは今全部取ったから、これで自由なパーティー組めますよっていうことだと思うんだけど、いや、最初からあれなのかな、これ光のアークない状態でも、そもそもどうやってミレーネ宿らせてたっけ。力のあれか、ミレーネを手元のパーティーに入れるときってさ、力のアークを使って宿らせてたから、やっぱあれか。人形、これあれだよな。1体につき1つのアーク使っちゃうから、2人プレイしかできないってことだよね。おじさんとミレーネか、まあミレーネじゃない、誰かのしか仲間にできなかったけど、今これで光手に入れたから、まあ力をミレーネに宿らせて、光をもう一人誰かに宿らせれば、パーティー、3人パーティーで旅できますよっていう、ことなのか。で、オルゴールのあった部屋って、こっち？いや、こっちじゃないか。あれ、オルゴール、待って、外か。外の部屋か。かぼちゃがあった、いや、かぼちゃの部屋はここの左だから違う。外にさ、鉄の扉みたいのあって、そこに、あったような気が、するんだが、今これもうパート14
5ぐらいだと思うんだけどさ、他の人の実況とかだいたい40パートぐらいで終わってるから、どうなんだろうな。この神殿のマップでさ、謎解き全然やってないけど、後半になればなるほど謎解きがすごい速さで進むのかな。なんか変わる？ネジ幕で、アークで光？ひょいとおじさんの手から離れた。まあ、ここで使うべきだったんだろうな。え？どうなったの？眺める。触る。変わったこれで。お、負けてるじゃん。ネジを巻くと美しいメロディーに合わせて、オルゴールの人形が回り始めた。いや、それは分かったんだけど、眺めたり触ったりしたら、あ、ひんやりとした空気が当たりを包み、意識が薄れ始めた。これが火星界か。はいはい、新たな異世界への扉が開かれたわけだ。穏やかな BGM なんだけど、立ってる場所が穏やかじゃない。あー、うん、これは何木の箱みたいなやつか。カシの木でできた本棚だ。本を入れるスペースが少しだけある。ここの本棚に本を入れれば何かが起きるとかありそうだよね。でもそんな本みたいのは俺は持ってないから。で、アーク、アーク宿らせるで力を、例えば、まあ、ラックスとかに宿らせると、はいはい、こうやってパーティーに連れてけると、ミシュランみたいだな。これどうなんだろう。力のアークと光のアークあるけどさ、それぞれアークによってさ、ステータス、宿らせた人形のステータスが上がるとかあんのかな。ミレーネは魔法タイプだったから、光のアークをまとわせることによってマジックポイントとかが上がったり、魔法を覚えやすくなったりとか、そういうのがあったのかもな。で、この力のアークを、まあ、紙用でいいか。力のアークをラックスから、あ、待って、俺は光のアークをあれか、光のアークがこれなのか、見た目。なんか内臓みたいだな、気持ち悪いな見た目。力をラックスにつけてて、まあ神王って脳筋タイプでしょ。名車って女の子みたいなやつだよな。最大で一人しかパーティーに入れられないのか。んー、まあせっかく今アークつけてやったんだけどさ、じゃあ3人パーティーでプレイできないのか。あー、でもこれあれ便利だな。アイテム欄いっぱいあれじゃん、できるじゃん。もっと早い段階で仲間にしてもよかったかもしれない。ラックスはこれ何タイプのキャラなのかよくわかんないんだが、モンスター、モンスターってどういうこと。映す。いや、待て、これでどうなる。消えるじゃん。で、今さ、今名車に光のマークつけてるけど、実体化はしてないんだよ。で、これ力のアークだよね。あれか、実体化できるのって力のアークだけなのかな。神王に力のアーク宿らせたらどうなる。はいはい、こいつがパーティーに加わる。こ
このモンスターって前からあった？一回力戻して宿らせるで力をミレーネに宿らせたいんだけど、ミレーネに宿らせて、これでこいつ消えるよな。消えてミレーネ戻ってくるじゃん。あ、いや、もともとモンスターってあるか。え、こんなのあったか。こんな項目あったか。仮にこれ光のアーク戻させたとして、光の、待って今誰もいないよな、消えたよな。うん、でこれで光のアークをミレーネの方に雇らせたとしてどうなる。うん、光のアークを雇らせたとしても出てこないのか。いやー、なんか謎だな。これ、何、どっち？頑丈な接合詞だ。これは？本はきちんと元の場所に。こっち行きゃいいか。あ、空っぽ。空っぽ。はいはいはい、なんかある。真っ赤なジャマがたっぷり入ってる。空き瓶みたいのに入れようぜ。空き瓶持ってなかったっけ？グレンの壺とか空き瓶に、アイテムもまだできてない。え、どういうこと？空っぽ。いや、ジャムぐらい勝手に持ってっていいだろ。いっぱい入ってるんだったら。魔性の小瓶の作り方。魔性の小瓶っていうアイテムがあるのか。壺いっぱいに入ってた魔法のジャムに次のものを入れます。ベンチェラの実、モンスターシード、ベンジャミンの葉。そして、しばらくの間放置します。さらにちょっとした材料の追加で他のアイテムを作ることができます。アイテムが完成したら空き瓶で救い出してください。はあ、まだ合成してないからダメなのか。家の外から子供のはしゃぐ声が聞こえる。まあ、だからどうしたって話なんだけど。で、こっちはセーブポイントがある。プラズマボトル、こっちはなし。いや、まあせっかくだから他のデータにもセーブしておくか。まあ、こまめにセーブは何かあった時のためにしておいた方が無難よね。で、外に出た方がいいのか。またこれ出てくんのかよ。外に行かなかったら毎回このメッセージが出てくんだろうな。見る。引き出しを開ける。ん、何か入ってるとかじゃないのか。もうこの辺は調べてもどうしようもないから。まあ、上は、家の外から毎回出てくんだな。2階に上がっただけなのに、見たところ興味を引くものは何もない。タンスと本棚の間に長い木の杖を見つけた。取りますか。カシの木の杖を手に入れた。いや、あれだな。まあ、なんかしらやっぱアーク使うか。今、力のアークが誰にも宿ってないから、まあ、よくわかんないよね、結局ね。いや、まあ、いっか、神尾で。ん？いや、神尾ってこいつか。あのミイラみたいなやつ、名前なんつった？ラックスか、こいつが。俺今、その神尾ってやつがラックスかと思ったわ。このガウみたいな見た目のやつが神尾ね。興味引くものは何もない。まあ、誰かの装備品だろ、カシの木の杖って。で、外出るか。もうガキの声に惑わされるぜ。で、あーん、帽子が木に引っかかっちゃったよ。いやいしいしやのまぬけ、何よピースやめなよ。あー、ここか。ここさ、あ、そこに誰かいるよ。あ、いたいた、変なやつがいるぞ。これでも壁があるから見えないんじゃないの。おい、こっちに来いよ、一緒に遊ぼうぜ。いや、壁があるから姿見えないと思うんだけど、どういうことなの。
ここさ、誰だ、こいつじゃなくてさ、他のキャラちょっと力一回戻して、オープニングムービーでこのガキと一緒に戯れてたやついた気すんだよな。だからそれをあれ名車か、なんか幼稚園の先生みたいな見た目のやついたよな。あ、こいつか、いや、わかんねえな。こいつでよかったかな。じゃあ、こいつを連れて、あのガキの前に現れたら、なんかしら、イベントが起きたりすんのか？一緒に遊ぼうぜ、みたいなこと言われたけど、あそこに行く方法がわかんないよね。200ゴールド。なんでこの民家の中に宝箱が、雑に置かれてるのかっていう話だよね。なんかストーブらしきものもあるけど、本あるじゃん。この本絶対関係ある本だろ、一冊の本がある、取りますが、はい。いや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 、だからこういう時に交換して、待って、悪の片棒をまあラックスとか、まあトキオ、まあ誰でもいいや、持たせて、ラックスとかを名車に持たせるみたいなことできるのかな。で、しばらく使わんようなアイテム、関係なさそうなアイテムを、あ、ダメか、階級章はイベントアイテムだから常に持ち続けてないとダメなのか。いや、他も正直、黒金。ああ、黒金もダメか。デッキブラシは大丈夫なんだ。間違えた。悪の片棒、ああ、ま、東京でいいや。まあ、あれだよな。予備の仲間みたいな感じだよな。今、出てない、こういう、なんか、リーシャインとか東京とかさ。まあ、予備の仲間で、まあ、ドラクエでいう袋的な存在だよね。月の本を手に入れた。このゲーム、イベントに関係あるものの名前に月っていう言葉使うの好きだよな。これをさっきの本が入りそうな本棚にぶち込めば、イベント起きるとかじゃないの？もう下行けないしさ、ここも通れるわけじゃないから、多分本棚に何かしらのアクションを施すことによって道が開発される的なやつだと思うんだけど、だって今他に目星アイテムとか手に入れてないから、で、時間もそろそろいい頃合いだと思うから、今回はこの辺で終えて、まあ、また次のパートでこの新世界探索することにしようかな。ってことで一旦終えよう。次回に続く。